はい、どうも、酪農家の拓馬です。今日はですね、長崎県にある里村牧場さんの方に来てまして、モーモースクールということで、長崎県の教員の皆さんのご家族とかですね、来て酪農体験をするということをしておりますね。その様子をまあハイライトで見ていただこうと思います。いろいろ
女の発見があると思って、心にいろんなことを刻んで帰ってくれたら嬉しいかな。じゃあ今から上手に絞れるように、絞り方の練習しようか。みんなさ、引き手で大きい作品作って丸、鉛筆持つ方の手で丸よ。で、今度もう片方の手、親指下に向けてください。この親指、牛さんのおっぱいだと思ってね。じゃあさっき作った丸、草のおっぱいで一番上までね、そうそうそうね。で、ここ、今から今大事なポイント、まず輪っかをギュッと締めること。すると今、おっぱいの中に牛乳が閉じ込められている状態。輪っかが上手に締まっとったら、おっぱいの底も牛乳が溜まってくると膨らみます。膨らんだところを押すように、お姉さん指でまずおっぱいをギュッ、最後お姉さん指でおっぱいをギュッ、するとおっぱいの一番下から牛乳が出てきます。牛乳出てしまったらどうか、こちらを振り倒します。輪っかは必ず締めてからお姉さん指でお姉さん指。分かった？そう。じゃあ今から消毒するんで片方の手をこう見ましょう。それがそう消毒液で、あの牛さんの方にも菌を持っていかないように。そっちもかな。はい、輪っかギュッ。よし、じゃあ次はお兄さん指、お姉さん指で強くギュッギュッ。お、出た。でけたギュッ。根元をしっかり締めないと。ここ膨らむの分かる。膨らんだところはこうしてあげる。じゃあお兄さんがね、上の輪っか締めてあげようか。よし、いいよ。また輪っかギュッと締めて。OK、しっかりギュッ。出た。じゃあ回して。今の今のもう一回輪っかギュッ。じゃあ実験してから交代しようか。輪っかギュッ。よかったら左の手でミルク取ってごらん。手の左に乗せて。どう、冷たい？暖かい？夜の見えちゃうから手に取ってる。あったかいってほら、どうする、やってみる。怖くない、怖くない。なかなか触れんとよ、牛さん。牛さん、よしよし、よしよし。じゃあ次の方どうぞ。でから中指、これも絞れてるのも、この子が頑張ってお産をしてくれた結果である。上の歯がないよ。ゴツゴツしてるのが、ね、乳静脈っていうね。これですね、心臓から乳房に行って牛乳つくあと、1リッターパック4リッターパック、また心臓帰っていく。だからこの牛が、これ多分1キロ、1キロ、1キロぐらい。こんな大きいな。その400倍の血液が出てきて。浮いていた。ほら、どうやろう。熱っ熱っ冷たい牛乳しか知らんもんね。じゃあ交代しようか。お手で拭いてきます。こうしっかり締めてから中指薬。そうです。わー、手で出てしまった。触ってみてどうですか。気持ちいい。気持ちいいですか。牛さん、暖かいですよね。なんでこんなに暑いんですか。牛さんってね、僕たち人間よりも温度が高いんですよ。僕たち36度5分とかかな。でも牛さんは38度とか39度ぐらいが牛さんの平熱です。一番高い。一番高い時、どうだろう。でも牛さんも風邪をひくんで、風邪ひいた時は40度とか41度になったりします。牛さんですか。牛さんはですね、じゃあちょっとこっちに回ってきてください。ここに牛さんのお尻があるんですけど、この、はい、お尻に温度計を入れてあげて、牛の中の腸の温度で体温を測ります。ギュッ、もっとギュッ。じゃあお兄さんもギュッ、お姉さんもギュッ。出て硬い。輪っか締めるた、ここ見よって。輪っか締めたらおっぱい膨らむの分かる。ほら、膨らんだところこばね、指で押してあげる。牛乳を入れる。うん、牛乳下でいいや。じゃあ輪っかばギュッと締めて、思いっきりギュッ。よし、じゃあお兄さんもギュッ。お、出た。そう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 。
パーして。今の今の。もう一回やってみよう。今度は片方の手で下に指に沿ってもいいよ。こうやって。やったくー。それなめんごつね。だね。本当の牛乳はそんなにあったか。牛乳好き。出るか、もう出た。一回パーして。パー。もう一回。輪っか牛。輪っか牛。さあ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 、出して柔らかいやろ。で、終わると外れて、で、マイクを開いて、ずっと。で、この機械を全部払って、洗剤使って、なおかつ、手洗いをして、出るっていう、洗剤を使って、保護されたりなんですが、うちの学校給食で、学年牛乳っていうのを呼ばれてるんですけど、それです、大体、多い日は、1日7万個作ってます。でそれを、長崎県内の、離島で離島全部なんですね、四季津島五島列島全部行ってますし、長崎県北あと長崎市西海市というふうにして、会社としております。触れさせてもらってすごくあったかいっていうことをしきりに言ってました。それとか匂いとか感触とか、本とかテレビではやっぱり感じられないその生の体験というのをさせていただいたことが本当子どもにとっては得難い経験だったなと思います。私自身もなかなかこう牛に触れたりとかいうことはできなかったので、今日は五感ですごく感じさせてもらった部分が大きいなと思います。本当こういう機会いただいて本当にありがたいなと思ってます。酪農家の方々、牛の衣装を着て来られた方々が今日はたくさん来てやらしたねとか、久しぶりにこう集まったねとか、嬉しかねとか言われていた言葉がとても印象に残って、その酪農家の方々のつながりがなんかとっても強く感じられたし、素晴らしいものにこうなんか素晴らしいものに感じました。それが僕は嬉しかったし、今日来てよかったねと思いました。住民はですね、一人の農家だから一つの農家でできた牛乳だけが瓶の中入ってる、あるいはパックの中入ってるわけじゃないんです。いろんな人の牛乳が一緒に混ざって、初めてメーカーがこのパックに入ってるわけですから、だからみんな横のつながりいっぱいあるけど仲間なんです。
他の野菜なんかは誰々さんの作った野菜って食べられるんですけど、牛乳はそうじゃないんです。みんなで作った牛乳が皆さんの口に入ってるんです。だから 1% ぐらいしか入ってないとか、もっと入ってないかもしれません。我々が作ったものは。そういう仲間意識の強いで、同じような品質を持っていかないといけないっていうのはあるから、みんなで努力をしながら、品質のいいものを作ってました。それで仲間意識が強いことが、さっきも話しちゃったような、こう祈っているそれの勉強がやっている。で、もう一つある、循環型が、なんか、SDGs なんかもそうですけど、何を無駄のないようなことをするみたいな、それもやっぱり一つの循環型の中の最初から、そういうことにも使えるんだと思います。実はうちの牧場は笹村さんのところの3倍くらいの頭数とかね、昨年で200頭、220頭くらいやったんですけど、全体で400頭くらいいるんですけど、でその中で糞尿を利用してバイオガスっていうメタンガスっていうね、それを出して、そのメタンガスで発電をして電気を、電気をで、その残り後の液体についてはこれは肥料にしていただけるので、そういうことをやって、で畑撒いたやつで牧草なんかを作って、それをまた牛に食べさせて、でそういう循環ができるっていうのも楽なんですから。命の牛乳が198円なんだよとか、あるいは臭いでしょ、でも生きてるからだよって、安全な匂いはすぐに慣れる、慣れない匂いは危険なんだよって、ここにいろんな農家の人の言葉が載ってるんですけど、この辺も本当授業で使えるよねって、この頃はあんまり問題にならないけど、多分合ってると思うのが、路上生活の人を襲って石投げるとか、滅多打ちにするとか、そういうのが以前あって、でなんでそういうのをするのかって聞いたら、臭いっていうのを理由に挙げてたんです。あの人たちは臭いって、だから人権教育なんかで、その匂いに関することっていうのは、ね、今日の体験の中でもやっぱり最初は牛の匂いは、ね、みんなにこう、普段嗅がない匂いがこう鼻に来ればうんって思うけど、でも慣れていくし、ね、生きてるから生活してるから動物だって匂いが出るんだよとか、そういう中で牛がこう、なんかな、生活しやすいように糞尿の処理もしてるんだとか、そんなのがもう体験的に学習できたらいいかなって思いました。牧場開放してるんでしょうかって問いましたよね。答え分かりましたか？どうですか皆さん、答え分かりましたか？酪農家の応援団を作りたいですよね。応援団を、酪農のことをよく知ってもらって、そして酪農を応援してもらって、牛乳をたくさん飲んでもらうと酪農家は助かるわけです。だからそういうこと、そういう思いを持ちながら一生懸命活動してくれてます。私が資料を作ってあるんですけども、もう時間なくなりましたので、後で詳しく読んでください。私が語りたいのは、酪農家ってね、すごいですよ。他の農業と違うのは何かというと、他の農業はどこのみかんが美味しいかっていうのを競争しますよね。酪農の場合は牛乳をみんなの集めて一つの牛乳作るので、品質の落ちる牛乳が入ると困るわけですよね。だからみんな助け合うわけですよね。もっとこうしたら美味しい牛乳が作れるんじゃないかって、みんなで助け合う集団になっている。だからこうやって今日もたくさんの酪農家が集まってくれている。そういう素晴らしい農業だと私は認知しております。でそんな酪農がいっぱいありましたけども、30何年前に今村先生の学校じゃなかったかな、ワクワクモーモースクールが福岡の学校であるということで、こっそり出かけたんですけども、
信者に間違えられましたけども、その会の最後の時に小学5年生の男の子だったと思います。酪農家休みがないんですね、大変ですね、きついと思ったことありませんかって小学5年生の男の子が聞いたら、鹿児島の畑野さんがこう言ったんですね。きついと思ったことないよ、みんなが幸せになる、みんなが健康になるためのものを作ってるんだって思うと、そんな仕事ができてありがたいなと思って おばちゃん一生懸命頑張ってるんだよ、そう語りました。そう語った時に会場の雰囲気が変わりました。そう思っている酪農家たちですよ。私は種子島の小学校にいる時に、うちの学校でワクワクモノスクールをしたいと言ってお願いをしました。酪農家すぐ集まりました。行きますと来ました。でも牛を借りないといけない、牛を九州から持っていくわけにいかないので、種子島で牛を借りようとしたら、どこの農家も何をするの、うちの牛でなんで牛がいるのっていっぱい言われて、なかなか貸してくれませんでした。ある農家が最後僕に根負けして、一番学校の近くの農家が貸してくれたんです。貸してくれることになった時に、ぜひ見に来てください、私たちが何をしているかってお願いしたけども、忙しくて来れないよ、搾乳の時間だよと言って、行かないと言ってたのにこっそり来てました。こっそり来てたのを見て、会の最後にマイクを渡しました。なんか一言語ってください。そしたらその酪農家がこう言いました。この中にまずです、私は今まで一番汚いきつい仕事をしていると思ってた、でもその仕事をこんなに誇りを持ってやっている酪農家がいることを今日知った、明日から僕も誇りを持ってやろう、誇りを持った酪農家たちです。そういう方々と子どもたちと一緒になって学習ができれば、体験ができれば、子ども変わると思いませんか。ぜひ自分の学校で体験学習を組むようにしてください。